おはようございますエンゾーですで月20日朝からよろししくお願いしま,すまあタイトルとしてはパウエル議長高派だった鳩派だったうんスズメだったかもしれないねみたいな感じなんですけどまあまああのー、パウエル発言を受けて、まあ、結果としてはえっと長期金利アメリカの10年債ですよねこう、まあ、ここら辺えっとその前にすでにもう上昇していたんですけど 一瞬低下する局面もあったんですけど結局上昇高値圏で引けたということですねマーケットはやっぱり、うん、あの高だったと判断したのかっていうとこですよねなんかあの要はうん、なんかプロテスト抗議する人たちが入ってきちゃって一時あの話、ま、あの講演が中断するみたいなところもあったみたいなんですけどじゃあまずはちょっと あのー、指標からやっていこうかなと思います、フィ,あのフィラデルフィア連銀ンン製造業・業況指数ですね、えっと、こちらの結果が出て、マイナス13.5からマイナス9に、まあ、改善したというところですね、うんあのーまあ、強いというか、こんな感じですよね、マイナス13.5からマイナス9、まだマイナスではあるんですが、新規受注、入房ー,ー,ーがマイナス10.2から4.2に改善。 シップ面と出荷もマイナス3.2から10.8に改善ということで、まあ、数字の割には悪くないかなというところですよね受注算とかデリバリータイムのところがこれ、えー、とマイナスが拡大したんで、えー、とそこのところだったかと思うんですが、まあ、それ以外のところはまあまあ ななのかなという感じで一方で、えっと、6ヶ月先の予想というのは、えー、前回11.1だったのが9.2に、まあ、まだプラス圏なんで、えー、悪くはないんですけど、まあ、少し、あのー、力強さが落ちたというところですねニューオーダーも25.6から18.9シップメント出荷は30.5から5.4結構大き,大きく落ちましたよね まあ引き続きアメリカ経済は堅調なのかなというところですよねあと新規失業保険申請件数これは21万1000から19万8000におよ21.2万件だったんでこれが失業保険の申請数がこう20万を下回ってるっていうのはっていうか20万自体も結構。 うん、少ない数字なんですけどやっぱりアメリカの雇用状況って過去と比べるとかなりいいまあそれは失業率が3%台ってことが示してるんですけどいや、うん、あ,のあんまり20万を下回ったところがまあ,あの上がっても20万台前半じゃないですかそういうのがこう長期的にこのぐらい続くっていうのはあまり僕も見たことがないなっていう水準なんでやっぱりここら辺はまあ 当局者としては「声が強いねまだ」っていうところがあのその手綱をこう引き上げのを少しもうそろそろいいかなって言えないところの原因なのかなというところです。 あとアメリカの中古住宅販売、404万件から396万件に低下、予想そ389だったんで、それよりは良かったんですけど、まあ、依然としてこう低下が続いてる、やっぱり長期金利の上昇は、あの住宅市場には悪影響を引き続きいい与えてますよね。ここを見てていいただいて 分かるように400万件一応400万ギリギリだったんですが、まあ、ずっと昨年からの468万件ぐらいからずっと少なくなってきて400万件ギリギリだったんですがついに400万件を割ってしまったというところで、えー、とラストマンスからマイナス2%、ねあのー、昨年からは15.4%の中古住宅の販売が減少しているという。 ところですね、一時あのコロナ系612万件もあったんでそこから比べるとこれかなり減少してますよね。うん30%ぐらいですよね30%以上減少してるんでこれはやっぱり長期金利上昇の影響かなということでやはりここのところえっと。6月に あのー、価格ですね価格41万ドルに上昇したんですがその後は減少して今回39万4300ドルということで去年に比べると2.8%上昇しているんですがこちら確実に上昇してきてますよねコロナ時の時っていうのは、まあ、29万6700ドルだったわけなんですがそれが今39万4000ドルなんで。 まあこちらも2020年から比べると30%ぐらい住宅価格上昇してるんでまあこうなってくると,えとあと30年も固定ローンですよねアメリカの人たちがこうよく使うやつなんですけどこれの金利がもうやっぱり8%に近い水準ということで7.7%みたいなんで。 いやーこれはちょっとなかなか住宅厳しいなというところで、まあ、そこら辺がは徐々に景気に効いてくるかなという兆、まあ、しもありますよね。あと注目されたパウエルさんの発言うーん、まあ、一段の利上げには慎重だがということで、まあ、11月はないかなというところなんですが経済指第では利上げの可能性は排除しなかった。まあ、このの最初の まあここら辺で一瞬10年差入り回りがこう低下する局面もあったんですよね大波とかなみたいな思ったんですが結局話を聞いていくと金利上昇は利上げ同様の効果みたいなとこがあってまあそこからまあすぐにこうあの経済状況がまあ一段と変化すれば利上げはする可能性は全然排除しないよとは言ってるんですけど。 あのまあ、金利が上昇してる長期金利が上昇してることは利上げ同様の効果があるんでそれは、えー、とフェドのお、まあ、方向性と一致しててっていうような話をしたんで、まあ、それで、まあ、すぐに利上げは今ぐらいの経済状況だと来月も再来月もも,もしかしたらないよねっていうような、あのーまあ、そんな、あのー、予想そんなところがえっ、ー、とー 昨日の話のポイントだったかなという感じですよね。あと、まあインフレはなお高すぎるって言うようなえっ、ー、と発言をしていました。まあ、全体的に最初はこう。あのー。金利低下したんですけど、その後は上昇してってるというところなんで。まあ、結果としてはあのー、まあ、高はややタカ派なのか？ あるいは今までの流れを踏襲しているのかなという感じはしますよね。はい。あとはまあハカあのー、そうあのハ、ー、カさんあのー、フィラデルフィア連ンギンしばらくはえっ、ー、と高金利を維持するのが良いっていうような発言をしていますよね。まあレン,ン関係者はここのところ非常にあの高派的な発言がずっと続いている。 というところですよね。あとローガンダラスレンギン総裁もインフレはまだ2%に向かっているというふうに確信できない制約的なスタンスの維持が重要っていうことを言ってますよね。まあ、今までずっとそのレンギン関係者たちがあのー、まあ高派の発言ブラックアウトえっ、ー、と明日でもブラックアウト期間で発言できなくなるんで。 こういう人たちがあの連銀関係者が高派的な発言をしてでパウエルさんがまあまあまあということで今までとそ,それほど高派じゃない,い,い発言をして長期金利低下するかなと僕はちょっと実はこっそりそんな風に思ってたんですがいやいやいやっていうかあのそう簡単には金利低下させないよっていうむしろあのパウエルさんの意図としてはこれ僕は。 想像すすることなんですけどもう一回利上げをするよりはあの再建利回りをちょっと高くこう維持しといてそれで様子を見るあの選択肢を一つ増やしておく利上げもできるよっていうことをにおわせつつ利上げをしないっていうまあまあその戦略でちょっとしばらくやってるのかなという。 感じがしました、まあアメリカの長期金利が上昇するのはその連銀のこのスタンスとかあのパウエルさんのコメントだけではなくてやっぱりあの会員の議長が共和党の議長が決まらないというところからあの債務をコントロールし予算をコントロールする力大丈夫あの米国議会はとかやっぱりこう歳出が増えることにまあいろいろなところにねあのウクライナ問題とか 中東の問題とかで、またお金がかかるわけじゃないですか。ですから、今、あの、来年にかけて。やっぱりアメリカ、あの、財政赤字が拡大。要は、国債の増発が見込まれるんで。そこら辺の需給の悪さとか。まあまあ、そこら辺も、もえー、と、米国債の金利の上昇につながっているところなんで。一概に、この発言だけとは言えないですよね。で、まあ、結果としては、五年、えー、二年債利回りが、まあ、若干。 あのー、低下する局面もあったわけなんですが、えっとまあ、5.21から5.1610年債は4.9から4.9830年債は4.994から5.108ということで、えっとまあ、こんな感じで10年、えー、上昇しましたよね。うんえっとまあ、2年債入り回りは、まあ、要は利上げはこれないなっていう。 とところを織り込んんんでで低下したんだと思うんですよね一方で10年債の方は利上げはないかもしれないけどこの水準維持なんのかなということでやっぱり長期債は上昇してった30年債も上昇してたということでこのステージではまあ10年債も30年債も一番高いレベルまで上昇してきてるということでやっぱりそこら辺は株価にとってはマイナス材料ということで、えーとまあ、一瞬こう上昇,上昇する局面もあって あったんですけどねあの。結果としては、ダウは250ドル安、ナスダックは0.96%安、SP500 も0.85%安ということで、株価下落ということで、まあ、ちょっとセクター見るとなんか全部ダメみたいな雰囲気はありますよね。原価格があったんで、エネルギーセクター良かったんですけど、まあ、テスラはあの決算で利益が市場予想届かなかったみたいなところで。 えっと落ちましたね、うん、あとネットフリックスは16.1%上昇ということで、まあ、これ、えー、契約者数が全世界で900万人増加したということでこの第3四半期ですねでそんな感じですが、まあ、結果としてはまちまちの動きみたいな感じになりましたね、うん、はいそんな感じで、えー、っとフィアンドグリードインデックスなんですが35から25 価値に低下ということで、マーケットの、えー、っとなんていうのかなあの、警戒感、うん、増えてますよね。で、ビックスが、えー、21.4%、20%台を超えてきたんで、やっぱりちょっとマーケット、少しあの警戒感が一段と高まった感じはします。はいえー、そんな感じで、日経新聞は、んまあ、パウエル議長の発言、うん、次回は瀬尾記者 みたいな感じで1回落ちてあの長期整利回りさっき言ったように落ちて2年生利回りも低下したんですけどまあうん利上げ終結ではないよというところですよねあとトヨタがテスラを充、えー、電でテスラ規格を採用というところですねはいそんな感じですかねあとは今朝の5本ということで えっとまあ、大統領選の行方を左右する激戦州7州でトランプさんがバイデンさんをリードしてるっていうこれ,これで激戦州7州ってこんな感じです、ねまあスイングステーツって呼ばれてここが大統領選の勝敗を決するっていうところなんですがネバダミシガンペンシルベニアウィスコンシンノースカロライナアリゾナジョージアみたいなそこら辺なんです。 ちょっとパウエルさん、苦戦中というところ、あパウエルさんじゃない、まあ、パウエルさんも苦戦してますけど、バイデンさんも苦戦中っていうところなんですかね、あとはイスラエルのガラント国防相は、兵士らに対して、近いうちにガザを内側から見るという、まあ、地上侵攻が近しというところなんでしょうかね。 あと、アメリカのヘッジファンドエリオットマネージメントの創設者、ポール・シンガー氏は、市場が織り込んでいるリスクってはるかに危険、それよりもっと危険だということを言ってますね。慎重論ですよね、うん。世界情勢ですよね、うん。あとは利上げの影響でブラックストーンの投資会社ですね、えー、と12%の減益になったというところで。あと、まあまあ、双方の 話でここ、まあ、こんななととともあったかいいうところででございますで長期金利の上昇を受けたんですがドル円は150円をん試したがってるんですけどなかなかそこは警戒感みたいな感じですよねドルインデックスを見るとやっぱりあのドルはむしろ下落してるんですよね長期金利上昇して一瞬上に引かけたんですけどむ,むしろその前から下落してて その傾向は下げ止まってはいるんですけどあのそれほどでもないということでちょっとここで長期金利と為替の影響が少しまちまちになってますよね。で1時間足を見るとこんな感じでやっぱりちょっと106.80のあたりが107の手前が重くなってるんですよね。うんまあ、ドル安とは言わないですけど長期金利の流れとこれがバラバラになってる。 きたなという感じをします。まあ、ポンドもえっ、ー、と下げ渋ってるしユーロもこう下げ渋ってむしろあの欧州通貨は強かったですよね。まあ一方でえっ、ー、とコードルなんかはちょっと弱いですしニュージーランドもちょっと弱いということでえっ、ー、と一昨日ですがあの新興国通貨が結構下落したお話をあのランド円とか えとペソ円が下落したお話をしたかと思うんですけどオセアニア系も弱くて欧州通貨はドルに対してちょっと強いみたいなこちらもまちまちですよね、まあ、ユーロ円が上昇むしろ上昇して、まあ、159円は多かったんですけどむしろ上昇してるポンド円もまあ割と、まあ、ここの182円80のとこは重いんですけど、まあ、それほど落ちてない一方で5ドル円がまあ 95円台から94円台前半に、乳児円が落ちてるということで、まあ、乳児、ちょっと弱いですよね。で、この前お話したかな、王子 q がずっと王子高、乳児安っていう流れになってるんで、まあ、ここら辺のね、クロス取引っていうのも、ちょっと、あの、ドル円がね、動かないとなかなか皆さん、動きづらいと思うんですよね。 まあそんな中でこんな感じで OG q とかそのクロスはこう上昇してたりトレンド出てますんでどれぐらい動かない時はそういう通貨をやってみるっていうのも一つの,あのやり方なのかなという感じはします。はいということで週末今日日経平均先物始まって3万1220円、えー、ちょっとやっぱり株価はえー、っと上値が重い難しい局面に来てるなっていう感じはしますが、まあ、今,今週最後になりますが。 頑張りましょうということで、えー、今日は終了します。